日本兵庫県神戸市名田区王子町王子町は、神戸市名田区の町名の一つで、1933年4月、同区西部、元のうない軍津賀僧、原田村あざ、王子面、西名田村原田あざ、王子面から命名された。面とは、自社領で、自社所地であることを示す、古い行政単位。東は、西郷川を挟んで北側から順に天木通り、福住通。 中原通、南は東側から順に木内通、原田通、西は南側から順に中央区の上津通、野崎通。一丁目から三丁目まである。2005年の国勢調査における世帯数は147、人口247で内男性108人、女性139人。郵便番号657-0838。 1889年10月、当時この地域一帯にあたる原田の森を切り開いた土地において、関西学院が創立1929年に西宮市へ移転するまで学生街の雰囲気を有していた。また現在王子動物園のある場所は、1950年に開催された日本貿易産業博覧会まで王子神社があったが、現在は原田2に移転している。 王子麺のほか、宮の跡という旧正寺があった。ちなみに、王子麺の王子は王子神社の祭神の一つ、若市王子のことで、麺は租税の免除地のこと。神戸市長別世帯数、年齢別人口。神戸市、2009年8月3日閲覧。ありがとうございます。